私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。都市伝説はまだ続く。嵐、松本潤と井上真央に流れる大晦日3年後結婚説。11月22日付のフライデーデジタルにて、嵐、松本潤と女優の井上真央の結婚が近いという噂が業界内に流れていることを芸能リポーターの石川俊夫氏が明かしている。松本と井上の熱愛が取り沙汰されるようになったのは約15年前。TBS 系ドラマ花より男子シリーズでの共演がきっかけです。しかし2016年末に松本が通夜系女優と二股交際していたことが週刊誌にすっぱ抜かれ、これを機に破局説や交際継続説が飛び交う事態になった。今回注目されたのは、井上とジャニーズの共演。現在放送中の日本テレビ系ドラマ2月の勝者絶対合格の教室に井上が出演中なのですが、ライバル講師役にニュースの加藤シゲアキ、さらに井上演じる新米講師の塾には生徒役でジャニーズ JR もいる。井上は、2013年公開の岡田准一主演映画永遠の霊以降、ジャニーズタレントとの共演がなかったといい、2月の勝者におけるジャニーズタレントとの共演は、ついにジャニーズが松本と井上の結婚にゴーサインを出したことを意味するのではと騒がれているわけです。芸能記者。松本は年明け1月からテレビ朝日で主演ドラマ隣の力がスタートするのに加え、2023年には NHK 大河ドラマどうする家康に主演することも決まっている。12月30日には主演映画 99.9 刑事専門弁護士ザムービーの公開も控えており、その宣伝活動もあるのに加え、松本は同日に開催されるジャニーズフェスで総合演出も務めており、大忙し。そのためワイドショーの放送が正月編成で終わった大晦日あたりが X デーだと予想している業界関係者が多いようです。前出、芸能記者。確かに、嵐は結婚ラッシュとなっている。二宮和也が一昨年10月に結婚したのに続き、グループ活動休止中に入った今年の9月には、櫻井翔と相葉雅紀が同時に結婚を発表。次は松本となってもおかしくはない。一方、松本と井上の電撃結婚は3年後だと断言するメディアもあるようだ。10月の日刊現代デジタルによると、2人は現在も極秘交際を続けているようですが、NHK はスキャンダルやゴシップを嫌うため、松本が少なくとも大河終了前に結婚することはないそう。ただ2025年に嵐が再結成するとの話が出ていることから、その直前までに結婚することは間違いないと、井上に近しい関係者が断言しています。芸能記者。今年は星野源と新垣結衣、菅田将暉と小松菜奈、有吉弘行と夏目三久など、大物カップルの電撃結婚が世間を賑わせた。子役時代から活躍してきた井上も今や34歳。まだ交際が続いているのであれば、待たされ続けた女に松本がけじめをつける時が来たのかもしれないが、年末にビッグニュースが飛び出すことになるのだろうか。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。